三歳のマリーとポインター種の飼い犬、エラ、ジョージ・フレデリック・ワッツが、1854年、マリー・ヘンリエット・アデレード・フォックスは、ビクトリア朝時代のイギリスの貴族女性、著作家。リヒテンシュタイン公師、アロイスの最初の妻。結婚後の生命は、マリー・フォン・リヒテンシュタイン。捨て子として生まれながら、男爵家の幼女となり、結婚によって、 プリンセスの称号を得た。マリーは1850年12月にフランス・パリで生まれた。聖母の名前はソアソン出身のビクトアール・マニーと言ったが、父親不明の死生児だった。サントーギュスタン教会において、洗礼を受け、マリー・アンリエット・アデラ・イードと名付けられた。2歳の時に、セギン博士という内科医師によって、 養子を探していた第四代、ホランド男爵ヘンリー・フォックスとその妻のオーガストに引き取られた。ホランド教夫妻には実施がなく、ホランド教夫人は40歳を過ぎていたため、ホランド教は女の子を幼女にすることを望んでいた。マリーの実の父親が誰なのかは謎のままであった。一説には、マリーは実際には引き取り手のホランド教と、 女召使いの間に生まれた娘だったと言われている。男爵家の幼女になったマリーには、フォントンデオーローズ出身の子守女とマルク夫人という養育係がつけられ、1853年6月に、新しい両親の自宅であるロンドンのホランドハウスに、引き取られた。マリーは、自分の蘇生について教えられることなく育ち、養父は1859年に死去した。 彼女の18歳の誕生日が近づき、結婚が相当遺憾のことでなくなると、ホランド興味傍人の法律関係の助言者は、マリーに養子縁組のことを知らせておくよう強く勧めた。ホランド興味傍人はこの勧めに応じて、娘に養子縁組のことを教えたものの、マリーの詳しい身の上について、詳しく知っているわけではなかった。マリーの実の両親が誰か知っていた人々は、 すでに全員がこの世を去っていた。マリーは真実を知った後、養母とは疎遠になった。養父の妹リルフォード男爵夫人は1867年、名について、マリーはすっかり成長して大人びてきました。とても可愛くて、情の深い娘ですし、何より驚くほど完璧に教育されていますと、書いている。16歳の時、マリーは、ローズベリー伯爵から求婚されたが、 カトリックシントの彼女は結婚の時に求められるで、アロー、回収を嫌って、求婚を拒んだ。1871年の冬、マリーは母と一緒にナポリに滞在していた折、リヒテンシュタイン公、ヨハン2世の重帝アロイス公子と知り合い、婚約した。二人の結婚式は1872年6月27日に、 ケンジントンの臨時大制度において、ウェストミンスター大主教ヘンリー・マニングスー・キ教の詩式で執り行われた。結婚式には、ビクトリア女王の長男ウェールズ子エドワードとその妻の皇妃アレグザンドラをはじめとする英国王室のメンバーが数多く出席した。花婿の実家リヒテンシュタイン家は、マリーとアロイスの身分の釣り合わない結婚を、はじめは承認しなかったが、 その後これを許し、マリーはアロイスの妻としてウィーン社交会に迎えられた。夫妻は間に4人の娘を設けた。マリーの実の両親についての噂話は、マリーの結婚後も世間の関心を引き続けた。マリーのジップは高貴な人ではないかという憶測が飛び交っていた。マリーのジップと噂されたフランス人貴族のモンテーギュ公爵は、 彼女の父親だという世間の噂を否定している。1874年、マリーは自分の育ったコランドハウス及び屋敷の美術コレクションに関する本を執筆、出版した。この本はエイブラハム・ヘイワードのような批評家からは批判されたものの売れ行きは好調であった。現在、この本は九百四十年のロンドン大空襲で焼け落ちてしまったこの歴史ある。 大邸宅に関する貴重な資料となっている。マリーは、英語で執筆、出版した、この本を、その後ドイツ語に翻訳して出版している。また本を出版した頃、養父母の親友で幼い頃のマリーの肖像を描いた、画家ジョージ・フレデリック・ワッツに、再び肖像画を描いてもらっている。マリーはワッツを、誠実な友人であり、私の守護者になってくれる賢者と呼んでいた。 マリーは1878年、シュタヤー・マルク・州、ー、ビースに立つリヒテンシュタイン家の文字場の一つ、ブルクスタール城で死去した。28歳になったばかりだった。ありがとうございます。